どうもアロスです。今回ですけどもまた最新クラブの指導動画です。ヘッドスピード40と43のアマチュア2人がアマチュアのためにある指導動画です。最新クラブ週間、はい、月間ですね、ま、月間というか年間でやりたいです。年間になってほしいね、はい、じゃあ今日はこちらのクラブです。はい、はい、9アイテムマックス、はい、ちょっといろいろねどうしますか。今日はどう料理していくのか、はいはい、まああのノーマルの方、マックスの方、まあノーマルの方では、うん、ちょっとカスタムシャフトやったので、はいはい、今回はマックスでカスタムシャフトいきます、はい、はい、一応ネットでね選べる VF と NX ブラック、はい、最新のシャフトね、はい、どっちもちょっと違うタイプの、そうだね、うん、まあ元調子先中みたいな、中元先中、中元先中、どっちもそうらしくないという、はい、をちょっとアレンジしたシャフトですよみたいな、はい、でちょっと今回重さなんですけど VF が 5S、はい、ブラックが 6S、はい、ちょっとあの在庫の関係で、物の関係でちょっとそんなじゃお借りさせていただいて、まあ、5S もやってほしいっていうちょっとコメントがあったんで、はい、VF だけはちょっと 5S でやっていきますね、はい、ちょっとね、マックス結構あれだよね、うん、俺らでも高くなっちゃったり、そうスピン入っちゃったりしてるから、うん、カスタムシャフトでちょっとどうなるのかね、スピンね、もしかしたらこう変わるかもしれないね、うん、その辺をちょっと見ていきたい。まあこれでダメだったらさらに魔改造もちょっとまだ第3弾ぐらいまで控えてますんでちょっと考えてることがありますんで、はい、じゃあまずブラック 6S からいきますね、はいはい、あとねちょっと合うシャフト、はい、これやったらめっちゃ良かったっていうシャフトがあれば、ちょっとあれ、ね、やりますんでやりますコメントください、はい、じゃあ行きましょうか、はい、エドボールゴルフ肘が、はい、ちょっとアナスクアップでゴルフ肘が発症したようですね。ゴルフしないんだけど、数球でゴルフ肘があの今日はちょっと G6 アートがサーバーダウンの関係でですね、はい、なぜか使えないというアメリカがおかしくなっちゃったサーバーがダウンしたようですね、はい、今日トラックマンで、そうですね、トラックマンで測っていきます、はい、ちょっといつもと違う感じになるんでね、そうだね、若干俺らの体感というか数字どっちもつけて見比べてるとヘッドスピードちょっと落ちるよね、そうだね、でちょっと俺の印象では飛ばなくなる、若干ね飛ばなくなる、ランが出ない、あそうだね、うん、ランで出ない、10ワットほど、あ、オッケー、でも結構実践値に近いような気がしますけどね、キャリーはね、うん、こう合ってんじゃないかなって感じだったね、じゃあいきます、はい、お、なんかちょっといいかも、お、どうする、あれいいかも今の、お、スピン量1900です、え、今ちょっと上側に当たったかな、ちょっとね、あのね、クラブ軌道はちょっと未計測なんで、これインアウト、いや、ちょっと怪しい、めっちゃまっすぐ、こんなまっすぐありえないぐらいまっすぐ、本当いやでもなんかね、計測できてないかも、手応えがすごい良かったのよ、全部ゼロ度なのかな、これえ？それはないな。バグった？でもね、今までマックス打ってきた中で、うん、一番こういったかなっていう感触が。あ、はいはいはい。であとこう上目に当たったかも少し。あ、なるほどね。うん、結構やっぱ重た、後ろ重たいから下目に当たるっていう話もあるからね。ね、こう入るっていうさ、うん。だからそれをシャフトが補正してるとか、はいはいはい、してないとか。あ、今のもちょっと巻いたかも、おお、いや、いいんじゃないですか、1800、お、230飛んでるよ、ほんまか、ほんまか、ちょっと飛びすぎて怖いぞ、いや、飛びすぎでもないでしょ、なんかね、ちょっと変わった感じする、いや、いいんじゃない、押し込んでる感じがする、その案外 6S のところまたいいのかもしれない、うん、スピン量こんな下がるんだ、まあ、でもこれ予想値でしょ、スピン一応さ、あ、まあスピンはね斜めになってるから、でもミート率 1.48? 低いよ、弾道、え、救われた、今までにない感触ありました、マジカスタムシャフトしか勝たんですよ、今回はカスタムまで買わせるのがあれなのかな、あー、そうかもね、戦略なのかな、開発にお金かかりすぎちゃったから開発そんなかかったかな、シャフト合わなくしてカスタムシャフトにするっていう作戦かもしれない、もう、はい、メーカーの、じゃあお願いします、はい、どうや、なんかこのちょっといい気がする、あ、でもあれか、まんま飛んでねえか、それともちゃんと
こんなストレート出る人たちだった僕ら。計測できてますかこれ。飛んでないぞちょっと。ちょっと下目に当たった俺。あ本当、うん、あスピン4000だから。あ4000もある。いやしたら合ってるわ、うん、あのこのスピンの数値見た感じ合ってますね。なんかさちょっとでも振り感変わった感じしない？ちょっと右に。あでもまっすぐそんなに。お飛んでますよ。これも2600じゃん。救われたんじゃないのこれ。ブラックでやっぱりあれかカスタムか。これすごいカスタムシャフトだね。マックスはもカスタム一択なんだ、うん、これめちゃめちゃいいじゃん今の。これちょっと GC クワットないのちょっと惜しいね。いやでもトラックマンですよ天下の。まあまあね。それちょっと贅沢病で俺たちの悪いところ贅沢病ですよ。計測器に恵まれすぎておかしなこと言ってる。トラックマンで十分だから。確かにヘッドスピードがね出てないっす。あ出ない。やっぱちょっといや出てないっていうか少ない、あの低い 41.5。 体感より低い。いやこんなもんかもしれない。なんだそれ。じゃあ、ね、G-Shock は、あ、じゃあトラックマンちょっと辛い気がするんだよね、うんうん、ヘッドスピード。ヘッドスピード辛いね、うん、じゃあ VF5S これもワンチャンありだと思うよ俺ね。逆にこっちの方が俺はいいかなって、うん、ちょっと 元だからさスピンが減る気がするね。けど十分ブラックで減ったな。ねこれはなかなか面白いよ。ちょっとじゃあ、はい、VF でもお願いします。やっせ。あ、今いい音したけど右上、うん、おいや、あ、合ってる合ってる。こんな感じだと思う。ちょっとスポン抜け、ああ当たり場所がちょっと悪い。まあまあでもこれだったらまあ十分でしょう。あのね多分シャフトの難易度的にブラックの方がいいと思う。あれだな多分元だから中元系だからさ、うん、戻ってこない。ケース戻ってこないで開いて当たっちゃうんだ。捕まんなかった感じがした。このブンっていう戻りがないね、うんうん、難しいシャフトだ。ちょっと捕まっとんじゃない？ごめん、捕まえちゃった。引っ掛けかな。いや、いいじゃん。まあ、VF だからこんな感じなんじゃない？もう一球だけいいっすか？はい。こっちの方がやっぱ難易度を感じるね。うん。いや、こんな変わるんだね。いや、激減した気がする、スピンは。いい当たりしても4000とかね、3000後半いってたからね。うん、あこれはちょっと右上下目。ああ、まあまあまあ、ブラックだな。ブラックの方が良かった。ああ、はい、ちょっと捕まえ、なんていうのかな、戻せない、はいはい、感じだね。戻したくなっちゃう。そう、だからなんかこねないといけない感じになっちゃう。今だけでもあれだよ、やっぱオープンに当てるっていうのが主流だから。オープンに当てて右前から返ってくる感じ。右に出してこう返してくるのが BGA の主流です。できないですもんね。こうやってないといけないから。そうだよね。ここからこう無理ですね、それは。マキロイとか右に飛んでってるもんね、たま1回ね。すごいよね、あのプレーサー見たら本当に画面から消えるじゃん、右に、うん、ビューンってさ。みんな右出すよね。これらだったらもう OB だよ。右飛んでって戻ってこないですよ。ちょっとこう硬くなった感じしない？あ、ちょっとやっぱ引っ張っちゃった、うん、あ、でもスピンだいぶ減った。あ、捕まるんだ逆に。おろろろろ、あたやん、このセッティングか。いや、ちょっとこれは曲がりすぎじゃないか。ハードすぎる。 VF ってやっぱり結構ハードで感じするね。ちょっと待って、これもしかしてこれかな。あ、やっぱ一回やりしたら治る。あ、なんかあたやん、いや、なんかたまにね、出なくなんだけど動かしたら治るんだよ。もったいない。はい、じゃあいきます。はい、これいいんじゃないですか。いいんじゃない、いいんじゃないですか。わっ、捕まるんだ。え、
ピン1800。マジか。畑山これだよ。いやいやこれじゃないし、結果だけ見るとさ。これだよ、このスピン量の少なさ。スピン量少ないってやっぱ曲がるね。まあちょっとドロップ気味に。ちょっと見づらいんでサクッと。はい。下からか。下が最後？いや下が最初。最初じゃあ俺が2球。アンス君ここ。お3球でしょ ?3 球か。うん。あ、違うね。2球か。VF を3球打ったのか。うん。はい。グラブスピード38台が出すけど。はい。わかりやすいです。でも、トータル飛距離で232、236だから飛んでるよ。え、なんでそんな飛ぶ？スピン減ったんだよね、なんかね。ちょっと待ってください。これスピン量が出ない。これトラックマンで、はいはいはい、そのスピン量出せないよ。これ。トラックマンってちょっと GC クラトル多いよね。多いイメージある。仙台を出ました。俺はちょっとね下だいぶ下に当たっちゃったんで、うん、これはしょうがないですね。4000はただ2球目いい当たり2600とね。で VF で3球 VF はちょっとあれかな、確かに合わないのかな。ちょっとね難しさを感じたね。うん、元調子好きとか前昔やってたのにちょっとねっとバリ方だったよこれ、ね、シード308と40の2人みたいな感じになってやばで俺はね VF 減ったけどちょっとどっちも減った曲がっちゃったね。難しさを感じたかな。エドボール、お疲れ様でした。どうした。だいぶ変わったね。これ激変だよ。これちょっと生まれ変わったよ。救えた感出てきたよ。ちょっと生まれ変わったね。というか救われてたかもしれないね。結構、ね、コメントでみんなにカスタムいいよって言われ てそうだね。俺らがまだやってなかったっていうのもあったんだけど、ここまで変わるかってぐらい変わったね。今回カスタムありきなのかもしれない、ね、なんか俺は特に NX の時はこう、うん、こう上げるっていうよりはこう前に持ってってる感じがすごいあったんでね、うん、だからフェースがこ こうならずに、なんていうの、こういってる感じがあって、はいはいはい、なんか当たりを厚く感じた、うん、今までよね。いや、クラックのが合ってるかもしれないね、そのデカヘッドに、うん、いや、これいやもこれ VF は多分本当に触れる人なんじゃない。うん、そうだね。ちょっと違うかも。俺も早いと思って。いやスピン減りすぎたのかさ、めっちゃ曲がったじゃん。そうだね、うん、こういうドロップ玉になったから。そうそう、あれじゃあちょっとマックス意味がないよ。だからもうヘッドスピード4、これで43とか4とか、うん、まあ、45ぐらいだったら VF は、まあ、あとちょっと俺結構勝ち上げちゃうからさ、勝ち上げ系はあんまり合わないかもしれないね。打ち方にもよるからね。いやー、これいいんじゃないですか。はい、これやっぱね、プロ投入しているプロたちはカスタムシャフトもちろん使ってるし、そうだよね、もう少しなんかね、あのロスピンを減らす、ね、こう変えたりとか、ね、工夫してるから、うん、その辺をちょっとまた別動画で、まだ研究していきますか、はいはい、やっていきたいと思います。ということで、はい、まずマックスはカスタムシャフトで、はい、これ一択だね。一択ですね、うん、はい、まあ、おすすめのシャフトあればそうだ、ね、教えてください。あの在庫あれば打たせていただきます、はい、サンゴル結構在庫ありますので、はいはい、じゃあコメントお願いします、はい、ありがとうございました。